イースターパレードは1948年のアメリカ合衆国のミュージカル映画チャールズ・ウォルターズが監督ジュディ・ガーランドとフレッド・アステアが主演したテクニカラー作品として撮影されている当初はジーン・ケリー主演として撮影が進められていたが撮影期間中にケリーがプライベートのフットボールで足を骨折したため撮影が中断し当時引退宣言していたアステアが 大役に選ばれた。ケリーから直接アステアに依頼の連絡があり、映画界に復帰した。アステアにとっては1946年のブルース・会から2年ぶりの復帰作となった。1912年、ブロードウェイのスターダンサーであるドン・ヒューズは、パートナーのナディーン・ヘールにイースタープレゼントを渡そうと、するが、彼女はブロードウェイの大物工業士のフローレンツ・ジーグフェルド。 ジュニアにスカウトされ彼の舞台に出演することになったからとヒューズの元を去ってしまった。しかも、ナディーンはドンの親友ジョニーに惹かれていることが分かったため、恋人同士として付き合っていくこともできなくなった。酒場で打ちひしがれるヒューズにジョニーは励ましの言葉をかけるが、ヒューズはナディーンを見返すために、酒場のダンサー喧嘩手のハンナ・ブラウンを新しいパートナーに迎える。しかし、 ハンナは歌手が本業でダンスに関しては素人同然だった。ヒューズはハンナをナディーン並みのダンサーにしようとレッスンに励み初演を迎えるが彼女はまともに踊ることができずアンコールも得られないなど散々な結果に終わる。ヒューズはジョニーに食事に誘われるがそこにはナディーンも同席していた。ヒューズとナディーンを仲直りさせようとするジョニーの気配りだったが二人は 喧嘩を始めてしまう。その際、ナディーンから、ハンナに、私の真似をさせてかわいそうだと責められたヒューズは、ナディーンに固執する。あまりに、ハンナの個性を潰していたことに気づく。店を飛び出したヒューズは、ハンナの元に向かい、彼女に、ありのままの歌と踊りを披露するように提案する。それをきっかけに、ハンナの才能が開花し、二人は一気に、ブロードウェイのスターになっていく。 再びスターになったヒューズは念願だったジーグフェルドの舞台に呼ばれて喜んで出演しようとするが、その舞台の主演がナディーンだと知り出演を断ってしまう。ハンナは意気消沈したヒューズを心配するが、彼はすぐに二人を主演にした舞台の契約を結び、ハンナを喜ばせる。その夜、二人は祝いのディナーの席を設けるが、ヒューズがディナーそっちのけでダンスの話をしようとしたため、 彼とのデートを楽しみにしていたハンナは怒り出す。ハンナは自分を女性として見てくれないヒューズにうんざりして席を立とうとするが、彼にキスされて機嫌を直す。舞台の初日を迎え、二人は満席の中で踊りきり喝采を浴びる。無事に舞台を終えたヒューズはハンナを食事に誘うが、その店ではナディーン主演の舞台が開かれていた。ダンスを終えたナディーンはヒューズをダンスに誘い、 観客に求められた彼はダンスの誘いを受ける。久しぶりにナディーンとのダンスを楽しんだヒューズだったが、ダンスを楽しむ二人を見たハンナは店を出て行ってしまう。ハンナはヒューズに出会うまで働いていた酒場で実らない恋を嘆いた後にホテルに戻るが、部屋の前にはヒューズが待っていた。ヒューズはハンナに謝ろうとするが、彼女は ナディーンとよりを戻すために自分を利用したと非難して部屋にこもってしまう。ヒューズは最初はその通りだったが今は違うと許しを求める。しばらくしてハンナがドアを開けるとヒューズはホテルの専属探偵に不審者扱いされて追い出されていた。翌日ハンナは部屋を訪れたジョニーに後悔していることを語るがジョニーはヒューズは新しいパートナーを探そうとしていると告げる。 動揺するハンナに対して、ジョニーは愛していると伝えて仲直りするように助言する。イースターパレードの当日、ヒューズの家には差し出し人不明のプレゼントが次々に届き、彼は不思議に感じる。そこにハンナが現れて、ヒューズをイースターパレードに誘う。ヒューズはハンナと仲直りし、二人でイースターパレードに向かう。ロッテントマトズによれば、 23件の評論の内高評価は91%に当たる21件で平均点は10点満点中7.68点となっている。ありがとうございます。